昨夜はね、札幌なんかもちょっと蒸し暑かったんですけど、はい、今日はもう本当に涼しくなって、私もまあ、長袖までいかないから、でも半袖じゃどうしようと思って結局七分丈を着たんですけども、もうなんか北海道は秋が近づいてきたなって実感しますよね。行楽のシーズン、こちらのお出かけスポットはいかがでしょうか、金子さん。はい、朝晩冷えますから、やっぱりこういうのいいですよね。きのこ汁です。これ3種類入っていまして、しいたけ、しめじ、なめこと具だくさんなんですよ。やっぱり秋といえばきのこですよね。あ、そう、きのこ好きにはたまらない。私きのこになってます、今。あ、そうですね、還暦のお祝いとかじゃなかったんですか。きのこですよ。赤いきのこ。いや、違うんです。違いますよ。もうほんとキノコをたっぷりと味わいます、はい、この場所から今日は生中継です。伊達市の大滝区国道沿いにありますキノコ王国大滝本店から生中継です。今年の春にリニューアル工事を行いまして、産直コーナーやお土産品の数も増えました。その魅力をたっぷりとお伝えいたします。きのこ王国の魅力をご紹介するべく、私もくまなく今回いろんなものを捜索していきたいと思いますよ、はい、まず入り口入ってすぐ目につきますのがこのきのこのコーナーなんです。見てください、朝どり新鮮、生産工場直産と書いています。引きつけられますね、はい、で見ていただきたいのはとにかく大きいんです。例えばなめこもスーパーではなかなか出会えないような大きさ、本当に立派なキノコだらけです、はい、ちょっと詳しいお話、この方に伺いたいと思います。お願いします。はい、キノコ王国国王のトム・クルーズでございます。トム・クルーズなんですね。もうどこからどう見てもトム・クルーズに見えました、はい、あ、似てるって言われるんですよ。やり直すのは今ですよ。キャメロン・ディアスで今日は元田さんですね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。福永さんもおっしゃっていた、はい、その椎茸も本当に私の拳サイズぐらいあるんですが、どうしてこんなに大きく育つんでしょうか。キノコはですね、厚くて大きい方が、はい、味がいいんですね、はい、長くなんか育ててらっしゃるんですよね。長い期間。そうなんですよ。通常は大体キノコの栽培っていうのは50日から60日ぐらいって言われてるんですけれども、うちキノコ王国ではなんと90日かけて育ててます。こんなに長く、だからこその大きさなんですね、はい、そして育て方にもこだわりが、何でしょうか、はい、こちら温泉熱を活用しまして、冬は温泉熱を使い、はい、夏冬、均質に安定化を、図っております。近くに北湯沢温泉がありますから、はい、ストリッチを活用してという、そうですね、なんですね。だからこその美味しいキノコが育つわけなんです、はい、でここでキノコ自体を購入することもできますが、ここではもちろんキノコを使った、ね、美味しい一品も味わえます、はい、ここがフードブース。あ、手を振ってくださってる、ありがとうございます。そしてリニューアルして、実はこっちね、テラス席がありまして、これがリニューアルして増えたんですよ ね、 そうなんですね。窓もあって、こう日の光が入ってきますよ。いいですね。さあ、はい、ここでも召し上がることができます。さあ、いっぱいメニューがありますから、早速探検していきましょうか、はい、何があるかな。逆に見えてないんじゃないですか。やっぱり違い、ちゃんと見えてますよ。手振ってくださってる、 あそこでなんか窯から何が、はい、あちらはですね、ええ、季節限定メニューのキノコのと栗のですね、炊き込みご飯でございます。秋限定のメニューが、ご飯、ありがとうございます、お願いします。おわ、どうですか、これ秋限定の、キノコ、これ何種類入ってるんでしたっけ。はい、こちらはですね、2種類椎茸、しめじでございます。わ、さらにこれゴロゴロっと入ってるのが栗ですね。まさに秋らしい炊き込みご飯です。さあ、私も早速、はい、こちらで失礼させていただきます、はい、いただきます。せっかくだからキノコと栗どっちも行きたいな。This is 秋ですね、これは、季節を感じるおこわですね。あ、栗大丈夫、栗もでもこんなゴロンと入ってるんですね。栗も、はい、うん、いや、これは美味しいでしょ。キノコって、ね、いい味出ますからね。秋だ、あ、いいですね。栗がすごく甘いですね、はい、ありがとうございます。スイーツ並みに甘い、本当に甘いですね、はい、で、キノコの香りが最後にふわっと広がる感じが、はい、また素敵、これは味わい深いですね。もうキノコ王国ならではでございます。やっぱりそうなんですか、はい、さらに秋限定で言いますと
こういったものもあるんですね。はい、こちらは秋限定のですね、はい、椎茸天むす、舞茸天むす、両方ございますが、通常は白いご飯で、こちらの天むすお作りするところを、そのイメージがありますね。なんとこちら炊き込みご飯、キノコの炊き込みご飯を使って天むすを作っております。すごい。じゃあこの天ぷらだけじゃないと、うん、このご飯にもこれキノコ、すごい贅沢ですね。ダブルキノコです。ダブルキノコ、本当に豪華な秋限定のメニューなんです。はい、でさらにメニューで言いますと、もうこれだけのメニュース。そしてキノコ王国さすがですね。うどんとキノコのコラボやカレーとコラボしたという、ね、メニューもあるんです。でその中で最もボリュームがある、もうキノコ好きにはたまらないという、ね、メニューが本田さんあるんですよね。その内容が何でしょうか。はい、こちらですね、キノコ王国セット、なんと、キノコの炊き込みご飯に、はい、こちら、キノコの天ぷら4種類ですね。おお、はい、こちら、椎茸、白しめじ、うなしめじ、舞茸の天ぷらでございます。すごい、4種類も味わえるんですか。はい、そして、それだけではないですね。キノコそばでございます。ここにもキノコが。はい、4種類入っております。すごい、本当にキノコ尽くし。はい、トリプルキノコでございます。トリプルキノコですよ、福永さん。いや、これ、すごい豪華ですよね。これでも、これで1208円だったら、もうありがとうございますって感じです。だってご飯もついて、天ぷらも結構な量ですもんね。そうなんです、お得な、ね、セットになってますね。そばも手打ちでございます。こだわってますよ。ありがとうございます。メニューも探してみると、あれ、気になるもの発見しました。こっちです、こっち。肉眼でも見えますよね。お好み焼きって書いてるんですよ。はい、あのキノコだけではない、ご覧ください。もう鉄板では綺麗にお好み焼きがありますよ。で、ここリピーター続出なんです。詳しいお話、中井さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Tシャツにも週一で食べたくなるお好み焼きって書かれてますね。はい。もう土日はすごい行列なんですもんね。そうですね。あのリピーターの方がほとんど。はい、一度食べたら癖になるみたいで、本場の味を堪能できると伺いましたよ。はい、間違いないです。大阪出身でいらっしゃって、あの大阪の本場の味を、そうなんです、ご友人に、召し上がっていて、ご友人が食べていたのを評判になって、実際に4年前にお店をオープンしたんですよね。友達がやれやれ言うんで、調子に乗ってやっちゃいました。ご友人のお言葉で、はい、そのこだわったお好み焼き、どんな特徴があるんでしょうか。はい、地元は伊達大滝の長芋なんです。こちらなんですけども、これですか、立派だ。はい、あの尋常じゃない量、一枚にぶち込んでます。ぶち込んで、こんな量が入ってるんですか。尋常じゃない量が入ってるんですね。ふわふわなんだ、そしたらきっと。じゃあそうみたいです。早速私も堪能したいと思います。見た目綺麗ですよね、このね。美しい。上には目玉焼きも乗ってますよ。サクッとね、これで450円。柔らかいですからすぐ取れちゃいます。ね、ハーフサイズって半分のサイズもあるんですね。はい、柔らかいから、ね、失礼しました。ふわふわでいいんじゃないですか。ふわふわ。中井さん、すっごいふわふわですね。はい、もちもちです。はい、とろっとしてますね。はい、でもとろっとした中でシャキシャキ感っていうのも感じますね。はい、あの地元 の, あの新鮮なキャベツを細かく砕いてるんですよ。粉みたいに。あ、そうなんですね。はい、そしてげっちりと詰め込んでます。わ、こだわっていらっしゃる、その食感の違いというのも本当に堪能できますね。そして召し上がるだけではない、お土産コーナーも充実しているんです。奥までずらっとあります。もともと1500種類あったんですが、リニューアルされてぐっと増え2000種類となっているんですよね。早速探しますよ。はい、何があるかな、何があるかな。見つけた、すごい数。これなめたけですか。はい、なめたけでございます。全部この柚子胡椒、それから瓶詰め楽しいよね。ラー油、ニンニクも、これ全部なめたけなんですか。はいはい、そうですよ。これ全部何種類ぐらいあるんでしょうか。今で全部で25種類です。すごい、そんな数。はい、作っちゃいました。あのあれですよね、
お客さんのリクエストでどんどん増えていったんですよね、はい、その通りです。もうあれやこれ言われるうちに25種類になっちゃいました、はい、すごい数ですね、はい、でそして最近満を持して登場した新メニューというのが何でしょうか。はい、こちらクリームチーズなめたけでございます。なんとクリームチーズとコラボしちゃったんですか。そうなんですよ、やっちゃいました。何と合うんでしょうか。こちらですね、僕はパンに塗るなめたけとして作ったんですよね。ご飯ではなくパンなんですか。パンなんです、はい、あ、パン以外にももうパスタですとか洋食系にありますね。そうなんですね。これどんなお味なのか福永さん村雨さん、はい、気になりますよね、はい、今回スタジオにご用意いたしました。ぜひ召し上がってみてください、はい、福永さんまずパスタ召し上がってみてください。私パスタで、はい、クリームチーズのキノコすごいですね。じゃあいただきますね。いただきます。これは普通に茹でたパスタに和えるだけっていうことですよね。はい、そうなんです。あ、キノコのいい香りする。なめたけのいい香りする。うん、よくそう香りがすごくいいんですよね、うん、じゃあ村雨さんトーストの方ぜひ召し上がってみてください。よろしいですか。いただきます。じゃあパンに塗ったものいただきます。新しいなこれ。うん、おー新しい。もうあの、うん、なめたけの味が本当にしっかりしてるので後からチーズ、クリームチーズの味も感じますけれども、まろやかに仕上げてくれてパンにも合いますよ。そう、なんかパスタもちょっとこう なめたけのちょっと 甘さっていうんですかね、うん、こういうのも加わってなんかちょっと和風のテイストにもなって、これいいですね。ご飯の上に乗っけてもいいのかもしれないし、うん、いろんなものに使えると思います。洋食とこんなに合うんですね、はい、元田さん、すいません、これは画期的。トム・クルーズさん美味しいですよあ、トムと呼んでください。ありがとうございます。トムさん美味しいですね。ありがとうございます。トムブラウンじゃないの。先ほど あのお土産コーナーもリニューアルしたんですが、こちらの青果コーナーもまさにリニューアルされましたね。はい、もともとは屋外にあったんですが、敷地が拡大したことによって屋内にお引っ越ししたんですよ。でここでもね、また産地のいろんな美味しい野菜があるんですが、探しますよ。めげずにやるね。やりますよ、探しますすごいお安いの見つけました。これ大根。大根、はい、マッカリさんの大根でございます。あ、ちょっと待って、金額見てください。これ80円。80円1本、安いです。これは安い。1本80円なんですね。はい、それもこんな立派なやつ。毎日の目玉のお野菜っていうのがこれ並ぶんですもんね、はい、そうです。週末はなんと1本50円です。え、80円で驚いた。50円にもなる、はい、そうなんです。1本50円で週末は、はい、これすごい。15、16だけ限定で終わりですからね、はい、そうですね。そうなんです、はい、限定ですから皆さん、はい、お早めにということですね。お早めにお買い求めください、はい、トムさんもおっしゃってます皆さん、もう本当、はい、秋の味覚がもう集合していると言ってもいいですね。行楽シーズンにもなっていますから、ぜひ皆さんいらっしゃってください。元田さん、いや、トムさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。クリームさん、ありがとうございました。いや、ドライブがあったら待てないんじゃないでしょうかね。